黒いボディのロボットが、イケメン声でクールに案内。スターフライヤーは会社設立日の17日から、機内安全ビデオに新キャラクター、スターフライヤーマンイコール写真イコールを登場させる。同社の使用するエアバス A320 型航空機をモチーフに、ロボットアニメに親しんだ主要顧客のビジネスマンのほか、女性や子供の目を引くようにした。本拠地を構える工業都市の北九州地域のイメージも演出する。機内安全ビデオの刷新は約